おはようございます。チラッと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。職場の話題になるんですけど、本日主任から言われた言葉をお教えします。目上の人に対しての言葉遣いをきちんとした方がいいよと。はい、私結構ね、こう失礼なタイプでして、結構なんかね、ズバズバものを言ってしまうこともあるわけですよ。あの、なんていうかな、オブラートに包まない、悪く言えば悪く、オブラートに包まない、よく言えばあんま嘘をつかない、つくのが苦手なタイプです。はい、私の職場にはね、最近なんかよくね、問題を起こすパートがいます。あれあれこれ前々から僕の動画見てる人は知ってるかもしれない。あれ今の職場にもいんの他のところにも問題を起こしてるからな。扱いづらい人間だぜ。行ってみよう。今回なんですけども、いつもね、ストーリーとかやってるんですけど、ちょっとね、趣向を変えたいなと思いまして、今回ちょっとこの対戦バトルロードで遊んでみたいと思います。はい。まあ僕ね、こうやってチームとかいろいろ作って動画出してたりするわけじゃないですか。同じね、もう僕同士のね、まあ、いわゆる一人将棋です。悪く言えば一人将棋ですね。はい。僕が作ったチーム同士で戦わせて、どんぐらいの強さがあるのか。ね。またはね、チラさん同士のチームが戦ったらどうなるんだろうという疑問も持つ方も。ではまず1戦目、アンナチーム。メタルキング3ブグで挑みたいと思います。まず1戦目、アンナチームはね、こちらのメタルキング3ブグと、ま、3ブグの戦士。うん。ちょっと、話題が続かんわ。はい。はぐれメタルメタルキング、いつだいの動画で出たね。もう誰もが夢見た戦士の登場ですよ。はい。対してライブでね、時々出てるんですけど、プレイヤーにティラチームですね。はい。こちらの装備をまとったね、お互い戦士で勝負したいと思います。まあ、同色、ね、同色業同士のバトルになります。さあ、戦士ティラでいきます。お供はね、こちら見てください。動く水道悪魔水。まあ、めったにこんな、僕こんなパーティー組まないんですけど。みんな好きでしょ。さあ、同職業、戦士同士でね、僕が組んだチーム同士のバトルとなります。全然わかんないよね、正直。どちらもなんかさ、よく見る、ね、よく皆さんがやるね、戦士の図みたいなパーティーになりました。はい。で、戦うルールに関してなんですけども、まあちょっとテロップでね、下にちょっと出そうと思います。説明すると結構長いんで、テロップでね、下に出す感じでいきたいと思います。まあそうすることによってね、今回、つばぜり合いとか、SP カードのね、駆け引きがちょっと発生しないんで、ちょっと不利な面もあるんですけども、これはちょっと許していただきたい。一人将棋だとね、手の内がわかってるからね。さあ、戦士がね、ヒットダメージを136に抑えてるね。ただ、基本的に終盤の競り合いに関しては、メタルキングと、はぐれメタルがいる分、こっちの方が絶対早い。あー、でもこんなもんなんだね。身の守りが200だからね。お、全員先制する。まずね、青コーナー、まず全員先制しました。高速に行った。悪魔の騎士に、まあ大体ね、戦士90くらいの300くらい出てもおかしくない。あ、300くらい出るね。うん。さあ、ここから反撃です。ね、何より戦士のいいところっていうのは、まあ、戦士の相性ある奴らっていうのは、戦士の相性あるモンスターって HP が高いモンスターも多いんですよ。で、戦士自体っていうのは、HP がね、レベル99になると、1300ぐらい行きます。一人、そう、プレイヤー一人で1300ぐらい行くんで、戦士って組むとね、意外とね、普通に、おっと、ハグメタルが意味なくなったハグメタルのヒットアンダメがほとんど意味なくなりました。いい感じですね。まあ、まず1ターン目はこんな感じ。そう、だから戦士パーティーっていうのは、意外と HP が高くなりやすいんだよね。あれ、無意識に組んでも、HP が3000を超えやすい。そう、結構ね、おーっと、効果抜群だな、アナウンス！おーっと、ここでね、精神的行動不能。来ました、はぐれメタルの第3弾、メタルボムによりね、精神的行動不能が入りました。これがね、強いのよ。メタルボム強いよ、マジで。力さ、40とは思えない力だからね、しかも。さ、これ一気に優位に立ったんじゃないですか？一気にプレイヤー1がね、優位に立ってるよ、このメタルチーム。さ、天罰もクライムも180程度ね。そうするとメタルサイズはあんまり変わんないですね。いやー、これは効いたね。かなり効いてんね。ただそれでも、戦士パーティー HP が2205っていうね。やっぱ戦士のいいところっていうのは HP が高いから結構ね、ゴリ押しの耐久ができるんですよ。対人戦でもね、そのゴリ押しの HP で耐久で判定勝ちにするっていうのはあった、正直。そう。戦士の耐久パーティーいつなりにやったと思うんですけど、まあそういう感じでね、無理やりね、強引に耐久に持っていったということもありますね。さあ、
ここからですよ。勝負の分かれ目は3ターン目からです。ただ、強引に HP で耐えてしまうことができるんだったら、戦士、2P チームのね、戦士パーティーの方ね、優位に立つなんじゃないでしょうか。メタルボムが行っていく。さあ、さっきのように行くかどうか、行かない。今回はさすがに行かない。さあ、メタソニック。素早さ関係上、ほぼね、この2体が先制するでしょうね。戦士タイプ、戦士はもう素早ささっき見た通り7とか10のレベルなんで、おそらくよほどね、変なことない限りは、この2体が動くんじゃないですかね。おっと打撃耐性を有して271。それでも強いな。来ました、ビッグトマホーグ。この悪魔の騎士なんで強引にね、もう強引に行くね、ビッグトマホーグ。はい、はい。なるほどね、ビッグトマホーグでもやっぱ、あれは、あ、これちょっと今思ったんですけど、ちょっともう一回見てほしいんだけど、ダメージ。ほら、はぐれメタルが25なんですよ、これ。はぐれメタルが25で、メタルギングが40なんだね。あれ、おかしいね。へぇー。これさ、あれだね。あ、はぐれメタルが50で、メタルギングが69。へぇー。ね、身の守りのステータスとか、やっぱ見た目的にさ、メタルギングが硬いなって絶対思ったのにさ、まさかの、メタルギングの方が柔らかいんだね。それは知らなかったな。ね、メタルキングの方が硬いんだね、打撃に。多分、乱数度プレイにしてもちょっと10以上は結構ブレてる方なんで。で、ちょっとこのターンでどうなるかですね。2P チームの勇気が溜まるんだったら、おっと来た、メタスレクの怪人の危機。素早さ255から繰り出される。250だ。250から繰り出されるね。メタストライクはね、もう回数やばいからね。さあ、メタルボムが撃っていく。メタルボム撃って、あー、ここ止まらない。1P チームの勇気溜まってます。2P チームの勇気がこのターンに溜まるんだったら、勇気の総裁になるかな。あ、待って、つばぜになったらやばいな。これ、つばぜになるとちょっとね、私、都合が悪いんですけど、ちょっとこれね、つばぜになるとね、俺の、正直、すごい都合が悪いんだけどね、正直言うと。めちゃくちゃ都合悪いよ。さあ、高速斬りを当てていく。さあ、453、HP 差をギリギリここで返す。でも、ここでさらに返される。これ、ちょっと待って。ギリギリ押さ、ご了承じゃね。あ、290。待って、きついか？これきついな。覇王の自撃でこれで決まるんじゃないですかね。ちょっともう決まるんじゃない？きつくない？あーっと、あ、やべ。一番危惧してた子が起こりました。これちょっと待って、一戦目から波乱の予感。あれ？これ一戦目から波乱じゃないですか、ちょっと。あれ？これどうすんの？あれ？あれこれどうなるの？これあれ、これまさか、両方コントローラー置いてみます。実験です。両方コントローラー置きました。お互い連打してないです。今どうなんのこれ。え、ランダム。ちょっと待って、ごめん、不甲斐なかった。勇気ためません。勇気ためないことにします。あの主人公入りのチーム同士だとこのような事故が起こるんですね。主人公入りチーム同士だとこのような事故が起こることを痛感いたしました。勇気を攻撃時ためないようにしましょう。そうしないとね、どうなるかっていうと、さっきみたいにとどめの自撃になっちゃう。そう、つばぜりはしないって書いてあるはずやんかって、ロップ上よ。でもちょっと雰囲気的に押しちゃうな。メタストライクを打っていく。さあ、まあ、正直さっきのバトルはちょっとどっちが勝ってもおかしくなかったんですよ。ちょっとさすがにあれはひどすぎるんで、ちょっともう一度ねやりたいと思います。だから 1P チームとっては悲しい勝利ね、結末ですね。 2P チームとってはね、勝てた可能性もあるからね、普通に 2P チームも。さあ、覇王の一撃。さあ、今度こそね。もう正直あんなんね、普通で取っちゃいけいない。そこには誰もいなかった。これヒットオンダメね。基本的にこのよく時々言うこの判断力が高ければ逃げているはぐれメタルには攻撃が飛ばないんですけど、戦士はね、まあ要するにおバカです。まあぶっちゃけ言うとおバカなんですよ。まあそれがね、相まってね、外してしまうということになりました。おっと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 、大神が当たっていないぞ。
さあヘッドブレイク、まあ強引に HP で耐えることできるからね選手は。うん、さっきなんかとどめる時期食らってたけど、ヘッドブレイク外れた。これがちょっといくらなんでもひどすぎないかいこれは。さあこのダウンウォールが強引に強いんだ選手のな。このダウンウォールがね全体に攻撃するダウンウォールは強いに決まってんだよな、ね、威力も悪くないしね、戦士が振るう分ね力高いからね。でこのハグレメタルメタルキングっていうこのね雑なチーム構成ですけど、まあ、戦士がねいることによってね HP2000 以上はマークできるんで結構硬い方ですよね。そうするとねさあ踏みつけが149、ハグレメタル硬いな。ハグレメタルそんな硬いんだねメタルキングより高いのはさね、さっきので思ったんだけどメタルキングより硬いんだね。いや本当にそれがねちょっと意外だったわ。さっきこれはもうねちょっと今回じゃないと分かんなかったね。さあカジャの怒り、おおちょっと 2P チームがね攻撃命中率がいささか悪いですね。まあ正味言うとこの 2P チームの動き適度悪魔の騎士、そしてねハジャノはよーいダウンウォールしたからな、こんなことになるのか。そう戦士のね斧系統、山賊の斧とかそういう系統ってね命中率が悪いことに有名なんですよ。だからちょっと待ってね、よしだからね結構ね斧は外れるね印象上で、動きで石像はともかくとして悪魔の騎士ビッグトマホークはね比較的外すような技なんで、まあ戦士のこれね強引なね HP はあるといえちょっとこれ待って待って、さっきより広くない？ちょっとこの戦局はちょっとさっきより悪いですね。もう HP がねそろそろ並ぶ頃になってきてます。さあここでハグレメタルより先にね悪魔の騎士が動く鎮守発生、素早さ200をひっくり返す。まあそれでも160ぐらいしか与えてないのか。このメタルボムが強いんですよね。さっきみたいにね精神的攻防不能にかけることができれば大きなアドを取れますね。メタルボムの威力は高いな、125。まあ動く石像が爆発に弱いんだけど弱いといえ弱いけど、さあ高速移動打っていく288、 HP 差を返しました。ここでここで 1P チーム HP 差を返していくね。で動く石像のこの大振動も一応ですね物理的行動不能になる可能性があるんですけど、まあ、メタルボムほどって感じだね。大振動はまあどっちかというと高火力の攻撃みたいな感じがあるからね。さあここで返せるか、ここで返した、ここで返したよ。まずここで返す。さあ4ターン目です。まあ HP 差ねをちょっと奪ってきた感があるんで、このまま 2P チームが逃げ切れるかどうかはちょっと怪しくなってきました。さあメタスレイクを打っていく、どうだ、おーおー、ここで出る、同じ展開さっき見たよこの展開。ここで大幅に HP を返し、これはね次のターンでね決まるんじゃないかな。あーさっき、あはもうダメだ、メタルボムが強いな、やっぱり。戦士とハグレメタルってやばいな、シナジーが。まあ、シナジーというより、どっちかといえば、このメタルボムが強いって言うべきなのかな。戦士とハグレメタル組んだところでね、どうせ攻撃呪文を戦士に行くから、あんまり意味はないんだけど、それも強いな。雑に強えな。さあ、この高速技を悪魔の騎士に当てて、これでどんぐらいいくかな。あの心得てたか。はい、相対するはね、あれあれ、ちょっと待って、事故起こってない、なんで吹雪の思って、あれなんでお前吹雪の思ってんの、あれおかしいな、ちょっと待って待って待って、あれ俺なんだか今日事故が多い、今日の収録に事故が多い気がします。はい、というわけでバトルマスター同士の戦いになりますが、ちょっと片方の武器は吹雪の斧とかよくわからないものを持っておりますこれはね 1P チーム勝たないといけなくなりました。正直なんだ、俺冥界の釜をさね、ザンマとキースラゴに乗っ取られたのかなってるのに、このいい勝負はやばいな。来ました、風鈴火山、あ、来ました、疾風寺です、間違えてる事故だらけやな、この企画ダメか。さあバトマス38がね意外とやってますよこれ、意外とめっちゃ頑張ってるこれ。39バトルマスター勝っちゃうんですか、ちょっとすげえこいつ疾風寺ばっかしてるようになって、宝石避けてるかな。
フライ300、ランスブレても310、まだ耐える。まだ耐える。ああ、キースも、キースちゃん、キースちゃん、嘘でしょ。2ピッチム、嘘でしょ。キースちゃん、嘘でしょ。にゃー